常用ハザードとか大抵ここにこう止められると渋滞を起こしてしまうことになりますので、5時半に着くように皆さんいらしていただけると助かります。あとは駐車場は入場員の方に従って車を止めてください。今タイムスケジュール画面上に出てると思うんですが、6時受付開始、7時開会式スタートコール、そして12時です。13時帰着で、帰着受付が12時半から、帰着受付12時半の1時帰着となります。で、帰着の受付は松屋ボートの方でやりますので、ここに車を止めてちょっと歩いて松屋ボートの方に移動していただく形にはなるんですけれども、気をつけて松屋ボートの方までいらしてください。そして、14時から松屋ボートの方で閉会式、そして表彰式、そして抽選会をやります。大会終了予定が16時で、その後終了次第町屋ボートの方で物販もやりますのでよろしくお願いします。はい、ということでボートの会場に次は行きたいと思います。はい、ボート会場にやってきました。今回も町屋ボートさんにお世話になります。はい、まず受付開始が6時からになります。はい、で下に大会用の受付の、テーブルを設置してありますので、そちらで参加の受付をお願いします。でちょっと注意していただきたいのが、レンタルボートの受付と大会の受付、ボート部門は2回受付がありますので、まずレンタルボートの受付をこの松屋ボートさんで行ってから大会参加の受付を下でするようにお願いいたします。7時15分に開会式スタートコールとなりますので、それまでにボートのセッティングを終えて待っていただくようにお願いします。ボートのセッティングの開始時間は何時に来ていただいても大丈夫ということだったので、まあ暗いうちから来てセッティングする人も多分いらっしゃると思うので、ただその駐車場の関係上、車を途中で移動してもらうとかそういうこともあると思いますので、その辺はご了承お願いします。7時半から下で物販を開始します。この駐車場です、下の駐車場の方で物販開始しますので、物販とあとまた今回もゆずクレープさんが来ていただけるということなので、その飲食系と物販を下でやることになります。帰着完了が13時で、帰着の受付開始が12時半です。はい。で、今回ですね、帰着の受付、おかっぱりの帰着の受付もここでやりますので、おかっぱりの帰着受付とボートの帰着受付、同時にこっちでやります。はい。で、1時に帰着完了。そして14時から表彰式、抽選会、閉会式は、ここでやります。はい、前回同様ですね、ここの砂利のところにみんな集まっていただいてここでやります。今回もね、いろいろ協賛品をいただくことにありがたくなっておりますので、また抽選会たくさん盛り上がればいいなと思っております。で、大会終了予定が一応16時になっておりまして、16時大会終了した後また下の方で物販をやりますので、その時にまあ写真撮ったりとか、お話ししたりとか、そういう時間は大会終わった後の方が作りやすいかなと思いますので、ぜひ話しかけてください。一人だと寂しいんで。はい、はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。第2回目の開催を決定することができたのは本当にいつも応援してくださっている皆さんのおかげですので、本当にありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。第2回することができて、はい、で前回にも増してですね、皆さんともっともっと楽しい大会にしていきたいと思ってるので、ぜひたくさんのご参加をお待ちしております。それで、下の概要欄の方に大会のレギュレーションのリンクがありますので、必ず一度読んでいただいてエントリーをするようにお願いいたします。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあのー。